どうもこんにちは漫画家のカッピーです、えー、左引きのエレンという漫画の原作者をやっておりますえー、今回はえー、左引きのエレンのキャッチコピーを今現在募集中でしてえー、それの中間発表というかえー、こんな感じのコピーが集まっててこんな風に え原作者を持っておりますという何でしょうその発表となりますえもちろん現在募集中なのでえこれから新しくコピーがたくさん届くと思われますのでえこれはあくまで現在のものですえなのでえっとまあ中間発表と言いつつ別にこの中からあのグランプリが選ばれるとはまだは全然わからないのですがえー まあ今後コピーを書く上での、まああのーまあ、目安にしてもらえたらいいなと思っております。なのであのたくさんコピーが集まることを期待して、えー、この動画を撮っております、えー。ちょっと今動画撮り終わって、あのー、話してるんですけどもものすごい時間かかったので、えー、今回はちょっと顔が疲れてるため、えー、音声のみでやっておりますが。 えー、相当長い誰がみんねん動画になっておりますね1時間1時間2時間弱だと思いますが、えー、奥さんにも誰がみんねんと言われたんですけどまあ多分ね最後まで見る猛者は多分もう多分4人ぐらい <laughs> 4人ぐらいしか最後まで見てくれないと思うんですけどまあ,あの結構。 せっかく撮るからにはそのキャッチコピーってこういう思考回路で作るんだとかまあ何らかそのキャッチコピーに興味ある人があの聞,聞いてもらえたらあのちょっと面白いんじゃないかなと思う内容と、えー、しておりますのでそのつもりですので、えー、よかったら最後まであ最後まではきついかもしれないですけどまあ途中まででもどうぞ見てください。えー、それではよろししくお願いします はい、じゃあコピー見ていきますえー。ちょっと数が多いので全部は無理かもしれないんですが、なるべくコメントをしたいと思います。なんか思ったことがあったら随時いっていきます。そのこの矢野っちさんという方がめちゃくちゃ多いんで、あの後でず,ずっと出てくると思います。人生甘くない。それが人生。まあ、同じ言葉を最初と最後で使うっていうえー、読まない。選択だって間違いじゃない。 ちょっと損はしてると思うけどなるほどえー、まあ読まないと損してるよ的な文脈のちょっと言い直しっていう感じですねこのあれ言うんだよな結構ステアカウントでコピー書いてる人が多い印象ですね恥ずかしいんでしょうね多分ね「量は質を超えるのは桁違いからだ」ほん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 「んんんん量は質を超える」っていうまあ慣用句「誰もが誰かのヒーロー」 いいですねこの「ドラマティックエブリデイドラマチックエブリデイ」この劇的な日常これまああのあの当然その3つ3案だと思うんですけどこうやって英語バージョンカタカナバージョン和訳バージョンとかそのちょっとえっと何ていうのかなその言い直しこういうのもあのコピーの案を出すときにすごい大事だと思っててあの。 なんか一発勝負だとそのここがもうちょっとこここがこうだったらよ,よかったのよねみたいなことってよくあるのであの何て言うか、えっと、そこの細かいところで損しないように自分でこうあの同じ企画なんだけど「あの毎日がドラマチック」っていう言葉をコピーにするっていう同じ企画なんだけど3案出してるっていうのはいい。 いいと思いますというかあのえー、っと正しい戦い方だと思います。一冊でエナドリ三本より聞く個人の感想です。一冊エナドリ3本より聞く。ビルツに興味が少し出てきました。まあこれまあ、普通に嬉しい嬉しい言葉ですね。どうぞ刺激を手元に。 何かになれ天才の天才には天才の盆栽には盆栽の才能がある <laughs> 正解は転がってないこの手で生み出した広告会社広告者で働くを知る広告者で働くを知るなんかの文字なのかな広告者って珍しい言い方ですけど 脳裏のライバルを守護霊にしてあなんかねその分かりますとエレンの物語ってそのエレンの中に光一がいたり光一の中にエレンがいたり神谷がいたり柳がいたりっていうなんか途中でねそのメッセージがこうふわっと出てくる、まあ、スタンドみたいな感じでねその過去のキャラクターの言葉が出てきたりするのがなんかわかるなっていう感じですね。天天天天天才天才天才才天才凡人 天才天才です。まあまあなるほどな。まあ、ちょっとギミック系のやつです。諦めるな諦めるな諦めない。諦めた。全ての人へなりたいようになれ、定年まで働き続けろ。才能はない。伸びしろはある。進撃のエレンだね。こうこういうのはあれなんだよな。なまあ、冗談で書いてるんでしょうけど。あの？ ななんだろうなこの「進撃ネタ」ってもう終わってるっていうか <laughs> 原作版連載始まった最初らへんでもう一回もうこすり終わってるんでもう Twitter ではやめた方がいいかなって思うもうみんなそれでもう一、えっと、回遊び終わってるんでもう昔のおもちゃって感じですね。才能に抗えいつか夢見た大人じゃなくても すごい耳と大人じゃなくてもあなんかあのすごい何気ない言葉だけどすごいなんかすごいジンとくるなっていうで余韻がある,あるのがいいですよねこの「ビジネス本コーナーに置いてください」うん、なんかそう,そうなんだよなその、えっと、別に実際置いてほしいっていう意味じゃなくなんか えっとまあこの本はビジネス書であるとか、えー、ビジネス書を読むくらいならみたいななんかそういうビジネス書との比較で、えー、書いてくださってる人後々にもたくさん出てくると思うんですけどなんかその切り口はすごい分かってあのすごいあの同感で、うん、だまあこのぐらいの言い方はあのすごいいい,いいバランスかなと思ってます。ビビビジジジネネネススス本コーナーナにいいてください、うんビジネス 本コーナーナでいいのかはちょっとあれビジネス書ビジネス書の棚に置いてくださいとかの方がまあ,まあちょっといいな言い方ですけどまあでも意味はすごい分かるなっていう主人公はセルフでで選んでくださいあーなんかいいっすね主人公選択制のゲームとかまあロマンシングサーガーとかだっけなんかありましたよねなんかそれっぽいうん漫画でそれで確かにな、まあ、主人公多いっていう感想多いんで。 あるんでちょっと、ね、一応このなんか「いいね」つけてるのは別にそんなめちゃくちゃ深い意味はないです後でもう一回見ようぐらいの感じなんであんまりそのこれに関して一喜一憂はされないでください「万が一の存在」「万が一の存在」ってなんだろうああ万が一か万が一の存在か声に出さないとちょっと分かんないかもしれない この絵,絵はめちゃくちゃいいっすねな。これご自身で描かれたんでしょうね、多分そうっすね、多分絵描いてる方なんで、めちゃくちゃいい感じのイラスト、ありがとうございます。すごいね。ほら、読んで。ほら、<laughs> <laughs> 読んでだよね、ほんとにね。読んでよ。読んでよね。いつだって主人公。その時はまだそこには紙とペンがあるだけだった。 うんうんうん、なんか物語が始まりそうな <laughs> バイバイコンプライアンスバイバイコンプライアンスいいっすねこのヒゲダルマさんなんか言葉選びが何か知らんが老若男女にモテる主人公嘘だと思ったら復元しましょうまあうーんまあそうですね,そう,すね、うんまあ、そ,そうなんですけど光一ってそういうキャラなんですけど。 何か知らんが老若男女にモテる主人公ってめちゃくちゃ多いんですよね世の中にそのどこにもない正解を自ら作り出す者たちをジャンプの主人公はいつだって僕らを支えてくれるあ世の中才能のミルフィーユなんか面白いですね才能のミルフィーユって71本目って書いてあるから多分71本書いてくださってるんですよねこれ終わんねえな終わんねえなこの時点でえっと えっと、13分かかってるんで多分編集するけどいいっすねこのストレート元気がもらえる、うん、あなたはどんな人になりたいこれは漫画じゃない人生の教科書だうんやのっちさん多いっすねやっぱりそのさっきも言ったけどお酒に合うお酒に合う、うん、まあねお酒に合うジャンプ漫画とかまで言うとちょっと意味が発生するのかもしれないですねみっちゃんをみっ <laughs> みっちゃんを 「みっちゃんみっちゃらんね」ってこれなんか方言なのかな必殺技は努力しかない必殺技は努力しかないあまあなんかいいっすねっ週末の夜酒とつまみとこの漫画うん週末の夜酒とつまみとこの漫画そうっすねまあまあちょっと一応ちょっとはいこれ引き、ね、コピー星 これなんかそのなんか指摘してくださってる人は何人かいましたけどこの左利きっていうその漢字で利きって書いちゃうと違うくなっちゃうのであの本当はそこはちょっと気をつけてほしいなと思ってます。品んその瞳は鏡となり自分、うん、そうです、ね、むずいですねこのあまあ、で全然ダメじゃないですけどこのルビーがルービーがっていうのはちょっとき うーんあんまりあんまりな気がすんなちょっとそのうんな,なんでってその論理的に説明するの難しいけどルビーが違うってやっちゃいけなくないんだけどなんかあんまりスマートになんない気がするんですよねあんまりだからその成功率を見たことないかもしれない憧れに土足で乗り込め僕もいつかこんな大人たちになれるのかな えー、10代には希望を20代には勇気を30代には共感を40代には青春を50代には解雇を全世代の主人公へああそうだななんかい,いいっすけどねそ,のそうっすね50代の解雇がちょっと引っかかるっていうかあのいや意味はわかるんだけど 何だろうなこ,このアイデアはあると思うんですけどこのアイデアは別に普通だと思うんですけど全、えー、世代の人に刺さるっていうのは簡単だけど実際「ひだりひだり」日日って漫画本当に世代広く読まれてるんですよ。でそれはなんか僕自身も強みというか自信,だと思う自信になってるんであのそうあの本当に自分の一回り上の父親世代ぐらいの人が読んで感動したって言ってくれることもあるし。 あの高校生の子がファンだって言ってなんか会った時に泣いて泣いちゃったりしてなんかすごいあ本当に飲んでくれてんだ感動したんだってうんっていう記憶があるんであのこのコピーはすごいあの,いあの本当の左ひきの絵の作品の推しのポイントを拾ってくれたなと思って嬉しいなと思います。 難しいね。その,元のコピーがコピーというか元々のその、まあ、コピー的に扱っている言葉が左「あのえー、天才になれなかった全ての人へ」っていう言葉なのでまあそれに寄せてしまうとやっぱりその負けちゃうかなって思うので、うん、あんまり寄せない方が多分いい戦い方な気はしますコンペの場合。出たまたま 独特中二病になりたいかなるほどね左利きのエレンコピー紙が織りなす紙一重のあ才能、うん、まあ言葉遊び綺麗な言葉遊び紙が織りなす紙一重の才能まあ意外と紙出てこないんだよねあの意外とエレンも絵描かないしねその <laughs> まあコピー用紙がたくさん出てくる漫画ではあります なんかちょっと全然関係ないけどあの別にこれがいい悪いじゃなくてあの多分コピー書いたことはない方で、えー、今回チャレンジしてくださってこの動画を見てる人いらっしゃると思うんですけどあのこ,うこういう「天才同じ服を着る」ってどっから拾ってきたのみたいなまあ確かに言われたら「エレンって同じ服だな」とかまあそういうのあると思うんですけどなんかこういう全くなんか違う「天才」 言葉天才つながりでなんかあのそれこそスティーブ・ジョブズとかの話だと思うんですよこれは。あのでそれを拾ってきて違うところからリンクしてるっていうの要はそなんか飛距離を出すっていう考え方があるんですけどその作品の中にある言葉だけを拾うとやっぱり作品の何でしょう二次創作の言葉みたいになっちゃうことが多いんでこうやってあ,のあえてその話を飛ばすっていうか。 ページジととかかョブズザッバまあまあだから多分こういうなんか天才今の現代の天才って誰がいるっけみたいなところから言葉を探してって多分このまさベえさんはこの「天才同じ服を着る」っていうまあ「天才と同じ服を着がちだよね」っていう、えー、っとまあ難しい言葉で言うと「インサイト」簡単な言葉で言うと「あるある」みたいなそういうのを拾ってきてコピーとして使えるんじゃないかっていうチャレンジで置いてくれてるっていう。 感じな,なんかこういう発想でアイデアを膨らませていくのは、うん、まあ広げてて飛ばした結果別にこれはあんまハマってないんだけどいいあの今回ははまってないんだけどでもこういう発想法はいいよなと思,、うん、思いますのでなんかそうですねいろんな人の発想法が多分この動画で見れると思うのでそこはあのあのパクったらいいと思いますああの。ジャンプ漫画っていうのを結構メタ的に 扱ってる漫画でもあるしそのまあジャンプ漫画の中で異質であるしっていうそのどうしたってそのジャンプ漫画えー、ジャンプ漫画ひねりというかその辺が多い印象なのですがこういうね友情努力勝利の言い直し友情努力敗北挑戦がんかいいっすよね。その なんかこれそう最近ふと思ったんですけど友情努力勝利って今も通じる言葉なのかななんか30代以上のジャンプ読んでる人は知ってると思う今使ってないと思うんだよなだから知ってるか不安っていうか10代とか友情努力勝利ってもうあーでもあれかバクマンがあるかから知ってんのかなこれもさっきと同じですが、えー、まあ敗北で終わると確かにちょっとあれですね。 なんかねこういう注意喚起系あのなな注意喚起系なんか注意喚起ってあるじゃないですか,なんかあの心臓の弱い方はみたいなあれってすごい強烈なコピーだよねっていう発見ですよね。あのー、ホラー映画でで心臓が弱いい方はよ見ないでくださいとかあのー、まあ18歳未満はお断りとか,なんかそういうなんか禁止系の言葉注意喚起がそのままキャッチコピーとして機能するよねっていう えー、発見からそれをアレンジしてくださったっていう感じだと思いますなんかあの長くても読めるコピーってあると思うんですけどこれは長くても読めるなと思って人間らしい天才たちと人間臭い凡人たちのあの頃とこれからの話なんか綺麗にまとめてくださってるから作中の女の子みんなちゃんと見て「<laughs> ありがとうございます」なんだこれ「しこれ」 これ、<laughs> これじゃねえ。<laughs> この並びが腹立つなこの作中の女の子みんな違ってみんないいしこれ <laughs> 登場人物と作者の成長にゾクゾクする漫画これまあ作者的にはあの嬉しい言葉だけどまあなかなかねそういうその辺を拾うとコピーにしづらいっていうか きっとのに出会いま,すまあねそうねそのあのー、まあほどうしてもやっぱ名言が多いっていう褒め方をよくされる漫画ではあるんですよねだから、うん、まあまあその中ではすごいい,いい言い方をしてくださってるというか。うん 座右の銘に出会える漫画って、確かにいいよねって思う、あの実感があるんで、その。うん。なんか漫画が座右の銘、漫画から座右の銘をもらっている人って、別に、あの、少なくないと思うんで。あの、この言葉は本当の、本当の言葉だなって思いました <laughs>。そう、いいですね。ゆきじさんっていう方は、このすごい素直な。言葉選びで、すごい素敵だなと思うんですけど。 美人で可愛い女の子たちがめっちゃ出てくる上に個性がかぶらず生き生きしている漫画って、えー、友達に言われたたら読みたくななるかもしんないです、ね、そのまあキャッチコピーとしてはあのー、でもまあいい,いいんですけどねそのキャッチコピーにしてもいいんだけど、うん、まあまあちょっとほらいいんだけどいいんだけど左ひきれれんの、えー、数あるそのえー、っと要素の中で。 女の子かわいいを拾っていいのかなっていうのはちょっと思いますなんとなくで生きるな,なんでなんでこのコマを使ったのかはなんとなくで生きるなチェンソーマンはい今すぐ読めしかし読んでる場合じゃないあまあうんそうなんですよねまあそ,そういうのを書きたくて 書いてる漫画ですでい、えー、うんまあやっぱ素直な言葉が好きだなーって個人的な趣味思考では思いますね。あのー、うん働く人は全員主人公だって別になんかっえー、と気の利いた言葉ではない気はするんですけどあの実感があるんだよなと思って。あのー うん多分働いてる方ですよねあコピーライターって面白い面白いですねいいものになってキャッチコピーいるんだよほんとそうなんですよあのなんかうんそのキャッチコピーっているんですよその <laughs> あのー、なんか広告広告 で悪じゃないと僕は思ってあの広,告まん広告舞台にした漫画書いてるんですけどそのやっぱ広告しなきゃ売れないのかみたいなやじってあるじゃないですか。CM バンバンしてなんかなつ,つまんないもの売ってるとか,なんかでもい,いくら良くてもやっぱ広告ないと売れないですよやっぱり。あのまあ、厄介なのは 今 SNS とかあるからそ,のそうじゃなく売れてるもの売れちゃったもの、えー、爆発しちゃったものあるのですよあのだからまあそのだからこそなんかその広告して認知度を広めて売るっていう邪道だみたいなことがあ叫ばれる中 <laughs> 叫ばれる中、うん、そう。うん でもね、まあ、まあ言いたくないけど別にそのツイッターでバズるとかもやっぱ仕込めるんでなんかそのなんだかなってだ,、ね、だったらもう正攻法でめちゃくちゃいい広告作ってくれた方がよくないって俺は思うんだけどななんかツイッターで別にトレンド入ったって何なのっていう「なんてね」っていう <laughs> 広告好きだよっていう話ではい。 天天才は天才はの,天の栽培まあ何かいいいい急にユキリさんさっきまでなんかみたいな感じっていう <laughs> 的なみたいなコピー返すたのに急に「天才は天才の天の采配」急になんか言ってきたけど <laughs> これ過去に遡のってるんでね過去の方に今向かってるんですけど最初はこういう感じで書いてくださってたんですけどいいっすよねこのなんか数があるとあのー 思思考回路が読めるんで面白いいなと思いますこの冒頭の14文字っていうのが多分あの天才になえなかった全ての人へのことだと思うんですけどちょっと数えてないから分かんないけど多分そのことで、えー、うーんまあ確かに気になるって気になるようなこの今僕はだからその自分が読んだことない漫画をおすすめされる立場でイメージして見てるんですけど。 いや最初のページの14文字でもう「負けたよ」とか言われたら確かにさそれはちょっと見,見せてよって思うかもしれないね。14文字で沼に叩き落としてやんよって。ゆきじさんのキャラがわからんその <laughs> 急に急に牙を巻くゆけじさん猫のアイコンだからねかわいい感じが。 あ面白い面白いなその14文字ああなるほどねそのすごいいい発見ですよねこのゆきりさんの,あのちょっと数えてないから定かじゃないけど多分あの左あの最初の1ページ目の言葉が14文字だって発見してツイッターが140文字ですよね確か違うっけまあなんかその14文字って言葉がそのなんかあるなと思って今す,すごい掘ってくださってるんでしょうねねえこの、うん、うん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  めちゃくちゃあのあの主人公を笑いがき続ける同じ景色を求めて、うん、まあいいですねエモーショナルこの二舟さんの二舟さんのアイコンですねこれいいな絶,絶対に共感できる人がいる みたいな方向のコピーがいくつかあったと思うんですけど、なんか気になりますよね。そのあなたが上場します。ああ、ちょっと一応上でも下でもなくただ前を見て生きる。 これまあ嬉しいですよね。そうそう、すげえわかる。その左舟のコピーを眺めてるとそこに書かれているコピーにその人のにとっての左舟年間が出ていって楽し、い。そうなんだよな。このみんなあそこを読んでくれてたんだっていうのがわかるのが今回やって良かったポイントポイント収穫です。本当にありがとうございます。この V.S. ですね。だその前回募集した時の優秀作が V.S. 才能だ V.V.S.、ね、才能っていう。 いやあのコピ,コピーがあの一番良かったんですけど、うん、まあさすがに無理だよねそれであるからそのこあのこうこの「えっと、このて天才の会えなかったすべての人へ」っていうコピーを褒めてくれる人がすごく多いんですけどあのそうだなこれまあ厳密にはコピーではないんですよね。まあ、コピー的に使ってるので えっとえっとそうだなうーんコピーとして生まれた言葉ではないっていう感じですね今はコピーとして使ってる時もあるんであれなんですけどもともとこれはな何なのかっていうとえっと漫画の1ページ目なんですよただのえっとただの、えー、えっと本編なんですよね本編の最初のセリフなんですよだからえっとキャッチコピーではない いやー、ちょっと嬉しい悲鳴ってまさにこのことですね。ちょっと多いなぁ <coughs>。これ、全然、この、えぇ、ー、<laughs> 全然終わんねえな、これ。どうしよう。<coughs> えー、っと、やり始めちゃったからやりますけど。天才とは何かこの問いの答えはあなたは知る。手を伸ばしても届かないなら他に届く。魂や神になる。すごい。殺した自分の魂が神になる。深いですね。 どうどういうことだ殺した自分の魂が神になるすごいなんかすごいっすね世界観が <laughs> みっちゃんにディスられたいっていうスピンオフを誰かに書いてほしい、ね、不意をつく天才的ギャグ、うん、全力の君に全力で勝ちたい100点でなくていい90点目指して90点取れるしかなう これちょっと何個あんだ全部で。のにこの猫の人はあだあだ、このマンゴまって、うう <laughs> <laughs> パンダもクーマ、天才も死闘 <laughs> 私たちが読んでるのは一つの長いボディエコピーだ。ああ、なんか素敵だな。私たちが読んでるのは一つの長いボディエコピーだ。 要は天才になれなかった全ての人へっていうキャッチコピーがあるとしたらそれをえと読ませるそれをそこのそこに返ってくる物語っていうすげえわかるんだけど多分うんこれにグッとくるのは多分航空業界の人なんですよね航空業界の人はすげえわかると思うんだけどまあい,い,いいっすねそのすごい素晴らしいあの着眼ってと思うんですけど。 まあ、ちょっと伝わらない人が多いかもなっていう。ところが、ちょっとあれですね。天才と凡人、そして、それから、私。うね、この、まあ、さっきの、あと、ビジネス書とか、自己啓発本とか、そういう類の。えー、比較。 比較ですよねまあこの意外といいなと思うのがその何度自己啓発本って絶対に読み直さないじゃんあ分かんないです人によるかもしれないけど僕は読んだことありますあの意識高い気あったんで読んだことあるんだけどえー、っと絶対に読み返さないんですよあのもう立ち読みで済むしなんかバーッと読んでバーッと終わってだからなんかもうある種その自己啓発本がえー っってていいう言葉がまとっているその、えっと、何でしょうねそれこそエナジードリンク的なんですよね自己下発本ってあの読んだ時に「おお頑張るぞ!」ってなって、えー、そのまま本棚に埋葬されるみたいな,なんかそういう存在だと思うんですよなんかだから何度も読みたいってこと自体が自己下発本が持ってない性質あの要はあの甘いカレーライスとかもあるか甘いカレーライスあるな。 えっとな,な,なんだろうななんだろうえなんだろうエロくない人妻違う <laughs> エロくない人妻じゃないなんだろうその性質がも、えー、っとそのえっとんだろうなその、えー、っと面白くない松本氏としては何か、まうん、違うかちょっと分かんないけど自己啓発本っていう言葉に対する逆のありえないそんなわけないことを言ってるように聞こえるんですよ。だから何度もいたい自己何度も読みたいいわけがないもの 何度も読みたいわけがないはずの自己啓発本に対して何度も読みたい自己啓発本という言葉に対することでまあ伝わったよねだからそういう言葉,言葉選びなのかなと思ってあまあいいなと思いますはいすごいピエン超えてエレン意味が分かんないけど字面が強いですよねピエン超えてエレン想像した景色のその先へ これ見た時いいなと思ってあの家族に普及した初めての漫画あのこれもえっとまあだからその家族に普及し普及した初めての漫画うんそうだなまあ父親にとか言うとまあちょっといやらしいのかなそこまで言うとちょっと嘘くさいのかな父親に普及した初めての漫画だとうんまあ 家族にうーんああなるほどねこれそう言ってくださってますね「お父さんに勧めた今日更新日だね」ってメールが来るようになったあ、まあ、このキャッチコピーってそのいい話を捏造するとマイナスポイントなんですけどこのこれは多分本当だと思うんですよ。あの本当の本当になんかありそうだなと思ってエレンっていう。 漫画的に多分ありそうなことだなぁと思うので、あのー、嬉しいなぁと思いますがうーんちょっとそうだなぁその今日更新日だねってメールが来るようになった以外の言い方ないのかなっていうところがちょっと気になったなぁ、ね、あ結構ナユンさんはすごいあのすごい何の情報も分かんないプロフィールだった。猫 猫コ <laughs> 見なきゃ分かった猫猫ネッーや登場人物全員主人公まあそうなんだよねそうなんだよねこれ系は絶対あると思うんだけどそのまあまあ確かにかぶってんだよな何人かいまあただそのうんちょっとまあいいなと思います泥臭いから美しいえー ウェイクアップヒアイザ・ダッティングポイントまあ大体意味はわかるんだけどうんよっぽどじゃないと多分英語は難しいんじゃないかな選ばれるのが多分そのやっぱどうしてもなんかそのキャッチコピーって伝わるスピードってすごい言うんですけど伝わるスピードをいかに上げるかっていうのでその、えっと、テニオ派って言ってそのテニオ派って意味がわかんない人は調べてほしいんですけどあの 要は全てはスピードのためなんですよ伝わるスピードがその伝わるスピードのためにものすごい命を削って言葉を削ってやる作業なので、えっと、英語にするからには何か特別な意味がないと、えっと、伝わるスピードがやっぱり日本人に対して絶対的に遅いんであのー、っていう感想です「見られたら終わり」ってこうなんかあれだねホラー映画みたいですね「見られたら終わり」 些細な一言間に広告のすべてがある、うん。はい、久々の矢野っちさん,あなんか、ね。嬉しい、嬉しいですね。そう、そう、そうなんですよ。だ、そういうことを言いたいんですよ。っていう <laughs>、あの、ありがとうございます。<coughs> 達成かもしれない、現在の君たちへ。なんか、これ、ちょっと、いいですね。ああ、いいねと。なんか。 こんな感じのコピーをむあの本業時代に書いたような記憶が今ふわっと読みがったんですけどなんかあのい「いいね」っていうね言葉の軽さだからツイッターとかねあのこの「ハートのいいね」の軽さっていうのをなんかギミックに使ったコピー書いた記憶が今ふわっと読み上がったんですけどなんかその「いいね」っていつからこんな軽くなっちゃったのかなっていうこのい「いいああいいね」っていう重さ だから「いいね」の重さがおなんか「この漫画は違うぞ」みたいなそういうことだと思うんですけどこれもねなんか、まあ、あ,のある,あ,る,あ,るありものの言葉をいちょっとアレンジしてコピーに使う系のギミックですよね。この物語はフィクションですっていうあのもう1,000回見たあのフレーズを「フィクションですか?」っていうことで。 それだけ、えー、のーリアルとかなんかあのほ本当のキャラクターがいるみたいなそういうメッセージだと思うんですけどまあいいですよねこの物語フィクションですかうんやばいよ全然終わんないだこれだってこれこれが13日だから何日から募集したっけマジでマジで半分もいってないんじゃないかなこれ、まあ、ブラックブラック企業っぽい求人 言葉いじりうんどこがやねんっていうやつですよねこれね多分そうなんますよねなんかそういう初めての経験を漫画きっかけでしてくださってることが嬉しいなと思って思いました、うん、まあおしゃれな人とつながりたい的なハッシュタグの うんうん。やばい、相当これ体力削られるな、これ。ちょっと多分動画でやるときめちゃくちゃ編集してると思うんだけど、多分今3時間ぐらい経ってますね。やばいな、何やってんだろう。何やってんだろうってやるべきことやってんだけど、<laughs> すっげえ疲れる、これ。人は。 今の体感ですよこれもねだからあのえっと「名言のオンパレードだ」的なあれですよね <laughs> やっちゃ。やっちゃいけないけどってつけてくれてんのがなんかかわいいですけどあの別にいいっすよやって。<laughs> なんでこれつけたんだろう。本当はダメだからつけてんのかな。すごいちゃんとした人ですねこの人は。あー AI はまだバスケアになれない。うん。そうっすね。ちょっとまだ遠すぎるかもな。やばいな、残業して。うんだね、こっち系な。だから、その、やっぱね、その、えっとね、この、やっぱブラック企業問題とかは、結構、洒落にならないんですよ。その、本当に困ってる人が多い問題ではあるんで。 だからその例えば「クソみたいな日にいいもん作るのはプロだ」っていう、あのー、エレン読者に人気のあのセリフとかあると思うんですけどあのセリフでさえやっぱりあの,あの言い方とかそのきき聞くタイミングとか言う相手とかによってはめちゃくちゃ嫌な言葉にな,なりうるじゃないですか。そんななこと言言うなよみたいな気持ちにさせる言葉 の強さを持っちゃってるんでこのやっぱね残業とかそっち系はきついんじゃないかなあの漫画の流れを知ってるから感動してもらえるじゃないですかその強い言葉でもだから結構ねその他もなんかこのこれこの残業切り口以外でもやっぱりいくつかその結構言葉遣いが荒いなって思った 思いましした印象としてなんかすげえ強い言葉をバンバンやってるんだけどえっとねやっぱ漫画の流れで見せないと強い言葉だけ見せられるってやっぱ傷つく人がいるのはちょっとコピーライティングとしては気をつけた方がいいかもしんないなーと思ってなんかあのエレンもね漫画の細単位で見るとなんか人を傷つける暴言とか結構出てくるんだけど意外とそこすごい気をつけて書いてるんで流れを大事にして書いてるんで、えー、コピーってなると。 その言葉だけで言っちゃうからその言葉だけが一人で言っちゃうから気をつける気をつけ加減が変わると思いますうんお、うん、父さんが歴戦の猛者に見えてきたうんいいっすよねそ,のそう見えてほしい、はい、お母さん僕こういう仕事をしてるんですなるほどこの,この人はそういう仕事をしてるんだな本当だすごい ヤングカンの日本代表って相当すごいっすよ。すごい、素晴らしいですね。うんまあ、このそうだ、この人だから成立するけど、まあ、あ,ありがたいね。こんなすごい若手があの、素晴らしい若手がこれを言ってくれてたら、成立することは、うん。そうだよな。だから、隣の関君はもう、とにかく会社の人にエレンを、 進めてください <laughs>。それがもう最大の広告ああこれだあやっぱあったよなそのちょっとだからえっかぶってるからこそちょっとこっちもいいねをしますが登場人物全員主人公うんまあちょっとかぶっちゃったから何ともだなあのすごいいいいい言葉のまあでもごめんなさいいあのの夏目さんの方が先にに書いてるから別にお互い 見てててなないいいいと思うんんだけど、えー、先にに書いてるのに被った扱いしてもごめんなさいあのでもちょっとかぶっちゃってる問題はちょっと一回置いといた置いとおきますねでもそういう切り口はいいなと思ってまあいいいい言葉だなと思うんですけど明日もいい仕事をしようそう思わせてくれる漫画です。 この漫画は打ち切れない。誰、誰目線なんだ、この。打ち切れないって打ち切れるよ、別に。打ち殺、誰か打ち切れる人が打ち切ろうって言ったら。<laughs> 編集長が打ち切ろうって言ったら打ち切れるからね。嘘、嘘を書いてる。アドにも負けず。これなんか、個人的にはすげえ好きなんですよね。いつか非凡へ、いつもリボン。 すごいなこの「非凡とリボン」をかけてるんだけどか,かけてるんだけどって別に言うまでもないんだけどあのな何が可愛いって声に出して読むと意外と語呂悪いっていう <laughs> ところがチャーミングだなと「いつか非凡へいつもリボンな」なんで取り上げたんだって感じだけど別にこういうなんかこのコピーの文脈にない言葉選びがやっぱ新鮮で今回あのこういうのに出会えて嬉しいんですけどあの やっぱ、ね、キャッチコピーの手だれのごめんなさいこの人がもし、えー、キャッチコピーのプロだったら非常に失礼なこと言ってるんですけどあの、えー、とキャッチコピーの勉強してない、えー、人のキャッチコピーってめちゃくちゃ新鮮なんですよね。ね僕仕事柄キャッチコピーコピーライターのコピー死のうどん見てきたんでもう数万本見てきたんであのー、なんだろうその。 なんんかねあるんすよそのいろんな個性があるんですけどその中でもやっぱコピーライターの作法みたいのがやっぱあるからその何でしょうその美大卒の絵画みたいなあ美大出てる人のちゃんとした絵画だなみたいなのと同じようにああコピーを勉強した人のコピーだなっていうなんかその最低限の作法があるんだけどそれをぶっ壊す言葉選びがやっぱ新鮮で。 なかなかそのやっぱねそのそれがでじゃあそのキャッチコピーとしてワークするかっていうとまたちょっと別問題なんだけどえっとでも新鮮ではあるのは間違いないからあの,あの本当に今回いいいいものをたくさん見させていただいてるなと思います。クリエイターのクリエイターによるクリエイターのための物語もうねなんとかのなんとかに何とかのためのスキームでもすでにあ,のあって。 ううんそうだなちょっとそろ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 違うもう <laughs> そろそろいいんじゃないかなと思いますけどねこのいいいいんだけどそのうーんこのねまあ分かっててやってるよなこれは確信犯だよな「24時間働けますか」をうーんこれなだからブラック企業問題がなければなこの別に「24時間働けますか」っていう。 あのー、リゲインかリゲインのキャッチコピー名作コピーをがまあ時代遅れだ、えー、時代に即してないっていうようなセリフが物語に登場するんですよだから要はキャッチコピーオマージュキャッチコピーだからそのやっぱ左引きの的でではあるんですよだから別にこの、えっと、キャッチコピーを引用してるからダメだっていうのは一切なくてあの全然むしろいいと思うんだけど。 やっぱり、ね、こういうふうにやるとリゲインに迷惑かかる可能性があるんだよねその要は24時間働けますかってそりゃ今このねその今もう一回引っ張り出されたらなんかきついと思うんだよなあのあの要はだからその勝手にこうやって復活させるのはちょっとうーん罪があるかなっていう気はしますねあの意味は意味はすごくよくわかります。 これも、ね、その99.10十や99.100基まあこれこれに関しては別にあの声に出す系じゃないからもうあの語呂がいい悪いは関係ないんだけど視覚的なコピーってやつですよねえっとこれもともとんだっけ七点抜刀ん七点抜刀な元がんだっけ七転び八起きかあでも99.100基の方が絶対いいよね 七コロビーヤッキーってなんで七と八なんだって、まあ多分意味があるからちょっと後で検索しますけど、多分語源がね、ちゃんとあるんでしょうけど、あの、んで七と八なんだって思うよね。だから九十九って百の方が意味が分かるもんね。その、ああ、意味が分かるけど、好きだけど、まあでもそう、確かにな、そういう物語ではあるんだよな。なんだろうな、この人誰なんだ、この。 パクリ上等って言ってるのがちょっと気になる <laughs> パクリ上等ってこのプロフィールに書いてあるのがちょっと怖いんだけどなんか大丈夫かなこの人大丈夫だよねこのコピーいいもんねだから多分広告会社の人なのかな社会人向け超大道具ダンプ漫画心高ぶり読んだ時間すら欲しくなるこれねだからこれこれ系のね 全員主人公系だまらあのなんか別にこの動画を見た方でそのあっそっち系なんだみたいなそっち系が正解なんだとかは決して思わないでほしいんですけどあんまりこっちに引っ張られないでください、うん、こういう説教なら部下も聞いてくれるかなうんそうだよねまあ部下に読ませたいとか上司に読ませたいとかそういう系の、うん、あれが多かったですけど むずいよね。こういう文脈でじぶ上司に勧められたら、その漫画嫌いになれそうんだよね。<laughs> 難しいなぁ、進め方って。ちょっとこうしてみるとやばいよね。そのいつ終わるのこれ。もうほんと嬉しい悲鳴というか、あの、本当にめちゃくちゃ大変ありがたいんだけど、ちょっと、結構夜も遅いんで、どこまで見たどこまで見たもう少しか。 これ,なこれいいよねこの「いい,い,いよね」って5年前に読みたかった5年後にまた読みたいうんそういう漫画でありたいですよねこれはもうむしろやっぱむしろ今読んでくれてて単行本買ってない人にちょっと刺さる言葉かもしんないな。 あのー、今は連載でアプリで無料で読めるから別に本買う必要ねえやとか持っている人が多分多いと思うんですよで,でまあその気持ちもわからんでもないので、うん、まあでもねこ,のこれは恋を題にして言うっていうか、まあ、みんな知ってるだろうけどやっぱ、まあ、本買わないと簡単に漫画終わるんでなんだろうな、あのー、400円から500円単行本一冊の値段安くないとは思います。でもあのー そうだな、本当命をかけてみんなこのエレンに限らず漫画って書かれているので、あのー、命をかけてはごめんなさいちょっと言葉があれですけど、あのまあ、少なくともそのえっと仕事人生をかけて漫画を書いてます。だからそういう意味で四0 0円はあのー、応援の気持ちとして。 出して欲していいなぁと思いますそのなん,なんだねやっぱなんでこの話したくないかっていうとこのこういう言い方で本買う人いないんだよなっていうのを分かってるからそのかわいそうだから買ってみたいなのって絶対人動かないってもう広告業界長かったんで分かってるんでもう言いたくないんですけどあのーえー、っとまあだから自分の話をすると俺は終わってほしくない漫画の単行本は絶対買います。そのつ っていう話ですあの。なぜなら続きを読みたいからはい何の話だこれだから5年前に読みたかった5年後にまた読みたいだからえっと今連載で読んでるからいいかもしれないけど後で読み返したくなるよっていうコピーですよねだから、ね、既存読者にはすごい刺さるかもしれないなと思いましたはいなん,かなんか変なテンションになってきたな,、まあ、なんかきゃちょいちょいあのね ファ,ンファンアートというか絵描いてくれてるのは普通にシンプルにシンプルに嬉しいですありがとうございますあなたの動きは何矢野っちさんすごいねもう本当本当にありがとうございます矢野っちさん矢野っち賞をあげようもちろん成功してる人はみんな持ってるこのご自身で突っ込まれてますけど危ない水とか壺とか売られそうってまあ <laughs> でもこれで意外と本当なんだよなあの成功してる人はみんな持ってるってこれなんかエレンの いいいポイントというか、あのー、本当にマジであのス,スターと呼ばれるクリエーターの人から順に読んでる読み始めたんだよねこれは本当に声を出して伝えたいんだけどなんかテレビでなんかコメンテーターとかやるようなレベルのクリエーターの人から広まった漫画なんですよね原作版って。だから、あのー、本当のことなの成功してる人はみんな持ってるって。 本当名だたる僕がその代理店時代にトークイベントとか聞きに行ったような人憧れのスーパースターがツイッターとかで「今週の左引きのエレン」とか言ってたんだよだからそれを見て俺はもうどんな感情だったか想像できると思うんですけどその辺を拾ってくれてるんだとしたらいい,い,いコピーだなーって思うんだけどま確かにここだけ見るとねうさんくさいよね。ちょっとマジで終わんねーなどううしよう 全力で、ね、こんなにかかると思わなかったですマジでちょっと1時間ぐらいで終わると思ったんだけどうーん「左ひきなりん最新13巻8月4日発売」っていうとこまで入れてこのリンクまでつけてくれてるね本当に嬉しいありがとうございます広告業界にいた人間からするとやっぱねさすがに広告スキップあのアプリとかで出てくるピョーンって出てくるあのポップアップの広告とかとは また違うんですよそのの広告の仕事ってそのあれを作ってるのあれって意外と広告代理店とかが作ってるないから、あのー、な何だろうな別にその下に見てるとかはちょっと語弊があるけどその,そのスキップされる広告とうんちょっと広告業界の人からはムムって思われるコピーかもしれないですねその いいですね、主人公以外大体天才うんまあこ、まあ、ほ,ほんとなんでしょうねこれはほんとだからこそ多分重い言葉だと思います <laughs> みっちゃんめっちゃ可愛いほみっちゃんってなんであんな人気なの好きだけどもちろんみっちゃんって本当人気だよね あの教科書系あビジネス書とか教科書とかそういう、あのー、ものに例えてもらえるのが多かったんだけど悩み方の教科書って言い方は何か共感があるなと思いますだこれとかはねそのやっぱ自立系では強いなと思って横山さんってあそうだよなまあ実際クラウドファンディングきっかけで知ってくれた人は多いと思うんだよなだから 自立だからその強いんだけどそうだなやっぱこ,これ系はやっぱあんまよくないなと思いますあのー、なんかこの言葉に込めた思いはあの多分こういう思いで、あのー、書いてくれてるんだろうなっていうのは想像はできるんだけどやっぱこういう言葉をコピーに使うのは多分ほ,ほ,と,ほとんど成立してない。 しているのが見たことないからあんまり使わない方がいいんじゃないかなぁ受けてよかったか、ね、何かになりたい,ないこの赤飯さんもめちゃくちゃ多いですね矢野知さんについでぐらい重い多いない矢野知さんと同じぐらい多いのかもしれない何かになりたいうちは何もねもう寝たらいないすごいなんかちょっと喋りつずーっと喋ってるから今なんか舌が痺れてきたんだけどこれ体調的に大丈夫なのかな 教科書大人の教科書か分かるけどな分かるけどちょっとエッチな感じしませんこれ大人の教科書二2人エッチとかなんだよな大人の教科書って違うか「<laughs> 変えよ」「かけよ」っていう劇中のセリフのあれだと思いますけどこれねいいっすよねこの 才能集中力の正体、あ、違う、集中力の正体知りたくないか。才能の正体知りたくないかだったらいいのかな。才能の教科書。そうなんだよな。才能の教科書。うん、教科書系、教科書系では一番いいかもしれないですね。才能の教科書。うん、大人の教科書でもないし、仕事の教 仕事の教科書とか才能の教科書のどその辺だと思うけどまあ才能の教科書の方が広いのか,だからこれこれねこれねあの既存の言葉をよくあるフレーズをアレンジして使う刺激の強い飲み物ですと思いきや読み物ですその、うん、分かる分かる分かるんだよな分かるんだよなでもこれで読むかなどうなんだろうな、うん これなんかもうあのいいなと思って笑っちゃったんだけど成功するまで諦めなければ絶対に成功するのはけん玉ってけん玉の話けん玉の話やないかいと思ったけどでもあのでもけん玉の人なんだよこの人確かにと思ってけん玉っていいなと思ったんだけん玉すてなけん玉のコピーでしたその大人が大人が面白い漫画って ね、この英語で「is を大文字にすると「強調」みたいなそういう感じの意味だと思うんですけど大人も読める少年漫画の言い方の方が広いから、あのー、弱い気はするんだけど大人が面白い漫画って言った方が言葉が強い気はするんだけどこうするとやっぱターゲット狭まるよねっていう問題があじゃあ子供は読めないのねみたいな感じになってゃうからその切り捨てる勇気は必要なんですけどターゲットをあえて狭くしてぶっ刺すっていうのは。 あの全然ありなんだけどその場合その場合あのー、切り捨てる代わりにソリッドにしなきゃいけないんですよその言葉の刺さり方を。そこにははいいっってないかなってななかう気はしますああこれねこれねああこれそっか最初見た時見逃したけどこれ第1話の高一のあれなんだなあの言葉の文字列なんだな。えーあの 情熱大陸とかプロフェッショナル的な妄想だよね。あの、えー、あの時があったから今があるみたいな、的な、みたいなことを言うシーンがあったんですけど、それの、ああ、なるほどね、その構造、入れ子構造になってるんだな。全然関係ないけど、さっき娘ちゃんに、娘ちゃん、寝ぼけた娘ちゃんに続きされて、おでこ超痛いんだよな、今。これ、炭鉱部になるなぁ。 すげえ石頭のやばいな、これ、朝になっちゃうよ、どうしよう。うーん。あ、これね、漫画コーナーにある参考書。うん。まあまあ、これ系あるんだよな、絶対。これ系絶対あるんだけど。うーん。ちょっと待って,待って、ね、このね、あるさんの、このツイートがあるということは、だいぶ初期なんじゃないか 募集開始直後ななんじゃないかこれ何でもできると思ってた僕ね本キャラは自分だけだ月曜日かかってこいって面白いな月曜日が待ち遠しい待ちきれないっていうセリフが劇中にあってそれに対してツイッターとかで「このセリフは最古だ」みたいな感じで書かれてたけどあのー。 かかってこいって言い方の方がいいですね。やっぱ、そっちの方が共感できる人多いんじゃないかなと。月曜日待ちきれないわ、さすがに、さすがにそこまで言えねえみたいな人が多い中で、多分、かかってこいなら、多分、なんか、わかるなそっちの、この言葉の方が良かったなぁ。<laughs> もしかすると、深読みかもしれないけど、月曜日っていうのがジャンプ、ジャンプのことなのかもしれないし、まあそう、ちょっと考えすぎか。なるほどね。凡人ヒーロー。 凡人ヒーローは何かある気がするなぁ。すごいですね。とりあえず、とりあえず100個くらいってこう、パワフルだ。えー、天才とそれを追いかける凡人の物語。働くって少年漫画だ。うん。まあ、素直だけどそうなんだよなぁ。そうなんだよなでもちょっと劇中でもそういうニュアンスのこと言ってる。うん、まあちょっと一応。 忘 <coughs> れてしまったことと今だからこ分かる自分とあいつはまだはだませない、えーうん、ああすありがとうございます書いてくれて、えー、ちょっと娘ちゃんにミルクをあげてきました7年がもしね悪た 縁、ね、の下の力,力持ちの言い直し縁の下の主人公うんあ縁の下のそのご縁の縁ともかけてるのかな縁あなんかいい言葉っすね凡人にしか天才になるチャンスはないあいい言葉ですねジャンプププラスなら初回に限り全話無料うん 本当だよよねじゃあ読んでよみたいな意外と知られてないからねこれうーんまあ、ビジネス書的な文脈ですよねさっきの説教するよりこの本を送ろう、うん、まあ、いいいいよねなんかまわ分かる、まあ、上司に説教の代わりに送られたら嫌だなとは思うけど <laughs> 怖いな,なんかカッピーの心理とは。 なん,なん怖いな,なんか。三浦さんと GACKT さんが読むって。読んでるってことだよね。それ自体がやっぱ広告だよね。これ <laughs>、これね何かまあ馬鹿らしいけど面白いですよね。こういう企画があったら、広告でよくあるんだよな。よくはないけど、たまにあるんだよな。これもあの このやっぱもともとのこのキャッチコピーと呼ばれてる天才ならすべての人へをあのリスペクトしてくれてるコピーですよねこの人だっけさっきの,あの最初の十四文字がっていうのうね「働く」と書いて「戦う」と読むこのなんかル,ルビーを別の言葉に読ませるっていうのはっていう話をさっきしたと思うんですけどその 何とかと書いて何とかと読むって言ってくれたら読めるというかなんだろうな、うんまあ、ル,ルビが、えー、と正しい読み方と違うっていうこと自体が企画になってるコピーだなーと思ってこういうそのピローズの曲から引用してくれてると思うんですけどまあ あの引用系はまずないと思うんでそのあんまりやあのい,やいいかなと思ってますあだかこういうのも面白いね「そのドラクエの選択肢系戦う特技道具逃げない」これもねいいいい感じのオーバーザ・シーオーバーザ・シーだっけオーバーザ・レインボーだよねもうオーバーザ・レインボーだしアンダー・ザ・シーだよねう 言葉ととしてはいいい響きだなと思いますすごいよねもうほんとやのっち祭りだよほんとずっとやのっちだよ分、まあ、かんないけどやのっちさんは動画見てくれそうだねや <laughs> のっちのためにやろうこれ系はなんか、まあるんだけどあるんだけどうんやっぱりその前も書いたけどそのやっぱオマージュ系はねよっぽどなんですよよっぽどじゃないと。 なんかエレンっぽいなエレンのコピーっぽいな <laughs> 作者が自腹で依頼した絵が載ってるすごい漫画これちょっとこの言葉選びがちょっと分かりづらいかもしれないけどこれ事実であの僕がアーティストに依頼してあの横浜のバスケ屋の絵とか書いてもらってるんですよだからあそこは二文さんの絵じゃなくてあのアーティストの絵なんですよねだからそれを知ってるくださってるユキリさんのさっきから度々出てるユキリさんの えー、コピーですだからまあこ,これ系はまあそうなんだよなだからこれ意外とねそのこれってちょっと読んでみたいきっかけにはなるかもしんないよなそのでもブルービディオとかもね、あのー、出てくるデッサンとか全部、あのー、予備校の先生とか生徒とかが書いてるって聞いたのでなんかそれ聞くとなんかあすごい本当にほん本当にちゃんと作ってんなっていう感じするじゃないですかだからいいアピールポイントだなとは思うんだけど。 うーんまあちょっとターゲットは狭いかもしんないですよね。うんまああの絵はっていう言い方自体もちょっと初見の人向けではなないんだ,なだこれ着るようになったらちょっとまあ自分であの,あのあれだけどえっとだから例えばドラマ化する時に本当に日本のトップクリエイターの広告クリエイターの人たちが参加してくれた絵。あの 劇中作品を作ってくれたりとかサントリーとコラボしたりとかその事実としてクリエイターを巻き込んですごいあのー、補強されてる作品だと思うのでそこら辺は結構強みだとは思ってますただまあちょっとその辺をねア,ピー,ルポイントアルピールポイントにするには、えー、ちょっと言い方が難しい僕は思いつかないのでえーうんまあアピールポイントとしてはあるなぁとは思います。世界を描く下手くそたちなんか いいな愛のある愛のある言葉もうなんか <laughs> いいっすねファンアートだっけ <laughs> ありがとうございますこれご自身で書かれたのかなゆきじさんも多いね嬉しいですねありがとうございます読み方わかんないけどこの方もたくさんいただいてますありがとうございますアツなナアツナナさんあすごい動画にしてくださってるね ぜひあの見てみてください。ありがとうございます。まあ、そうよね。こういうこういうのがあると嬉しいですよね。そうだ。あれ、今あのこの youtube 動画とかの企画の一環であの pv を作ってもらってるんですけど、それをだいぶ僕のチェックで止めてしまってるのを今思い出してます。やばいなあの pv。 そのあのもうすぐあの公開できると思うので楽しみにしてくださいこれはねちょっといいなと思ったね「10年前の自分の顔に投げつけたい漫画第一」うーんしかし本当なんかさっきからぐちょっと愚痴って愚痴ってしまって本当にあに申し訳ないんだけど 本当嬉しいは嬉しい,ん嬉しいですよ。本当にに嬉しいですよこんなにコピー来ると思わなかったなんかコピー企画ねたびたびやってたんだけど単行本の刊末とかで募集してたぐらいだったんであのなんだろうあの募集してるって知らなかった人も多いと思うんですけどあのなん今回だから本格的に Twitter とかで募集してみてあの本当にありがたいです。 そうだねこれだからもう全部数えてこれ、えー、何千何百何十何個のコピーがついた漫画とかなんかそういうコピーが成立しそうなぐらいなんかこれ自体がすごいことだと思うんであ,のありがたいことだと思うのでなんか本当にあの勇気が出るというか漫画を描く勇気が出るなぁと思って本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。うん ただね、この物量がやばいからちょっとあの体力的に弱音を吐いてしまいました。ごめんなさい。これね、だからまあちょっと「才能無差別級クリエイター格闘機、うん、格闘機って言い方がなんか珍しいからちょっとちょっと引っかかるけど「さ才能無差別級」。俺なんかすごい綺麗な言葉だよね。 熱い勝負は恋の気分よってなんかすごいあの素敵な響きだよね何かこの人はこれも、まあ、あえてラノベっぽいくしてくれてるってうもし普通の高校生はバス,バスケ園でやったならドラ,マのなったド,ラドラマになったドラマになったドラマそうだよねまあテレビドラマになったって意外とシンプルにその 面白さが保証されてる感じがして読みたくなるよね。なんかドラマの原作漫画って、それだけでちょっとなんだろうな。下駄履かしてもらってる感じはる？んでこれ、ね、もね。あの俺、つえー系っていうのが今あるんですよ。その知らない方もいるかもしれないけど、あのあれかラノベの文脈なのかな？俺、つえー系俺ってすげーみたいなので。の。で 主人公大活躍みたいなそれで気持ちよくなる系のやつなんですけどまあそれの対局だよっていうことですよね。俺だ成系うんまあこれなこれなあまあ今一番少年ジャンプしてるもんがなんかあれなんだよなジャ,ジャンプ読者ってジャンプしてるかどうかすごい気にしますよねそのジャンプポリスがいますよねその <laughs> これなんか素敵素敵な <laughs>。 告白みたたいいいなのを見つけちちゃった気持ちいいですねさゆりが大好きだ彼女は天才かって違うだろうね才能あふれてる人だけどそれがでもそれが何だいそれでも僕は彼女に夢中なんだなんかジブリの作中のセリフみたいになんかピュアで素敵な響きを持つ本当にさゆり好きなんだな僕もさゆり大好きですこの人ってさっきもいた人かなありがとうの代わりに下手くそなんかあれだな 素敵だな響きが綺麗な言葉に惹かれますねあのハートつけますけどその多分キャッチコピーとしては別にそのこれでこの漫画を読もうとは思わないかもしれないけどま素敵な言葉だなと思ってありがとうございます天才にはなれないとも言い切れないだろうペコパ <laughs> ペコパに行ってほしいなペコパに行ってほしいペコパ大好きです僕 これもな、意外といいよねー。あの人は天才だからとか言ってんじゃねえよ。まあそういう漫画だもんねー。ああ、才能の教科書。才能の教科書ってさっきもあったよな。さこっちの方が先だもんね。うん、ちなみになんか、なんかあの被ってるコピーって山ほどあると思うんですけど、まずなんか別にパクってるわけじゃないと思うんで、あの、同じ言葉があったら一旦、あの、えー、っと、付けます。両方に付けます。いやあとちょっとのはず。何もしてない,い これもね読んだ人はわかるんだよねカードバトルっていう意味があと1%への渇望分かるなあと1%、まあまあ、まあ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 察しがいい方はこれが99%の努力と1%の才能ってあの寛容区から来てるっていうのがあの伝わると思うのでやばいよさになるこれな,な、うん、天才と凡人の落差に風をひく、うん 漫画一丁し熱増し熱苦悩増し増しでうんまあストレートだけどなこれあのす,すげえ分かるんですけど新入社員に読んでほしいなーって思ってなんか企画とかも考えたりしたこともあるんですけどなんだろうなむずいよね新入社員はこれを読めって言われて新入社員が読んでくれたら世話ないっていうかキャッチコピーを書きたくなる漫画まあこれ,これは。 必ずこうなりたいっていう人をこれ関係ないけど関係なくないけどこのやっぱ絵が素敵ですねこの人この表情すごい素敵だなマナー本より役に立つ就活生出読出読漫画、まあ、これそうだ結構こういう感想は前からありましたねこのあこれガチじゃんみたいな業界の本当に知ってる人が書いてるねみたいな褒め言葉は。 嬉しいなと思ってるんですけどまあこれ系もうちょっとあったかなあるかなと思ったけどあんまりなかったですねこの元広告代理店マンが描いた漫画とかなんかそれ系がある気がしたんだけど誰も触れてないからこれねもうほんとそうですよ全人類買え本当だよ買ってくれ <laughs> これで買ったらみんな買うけどまあそのこの気持ちはありがとうございますそろそろかそろそろじゃないこれ ちょっとねこのなんでここまでやなん、あのー、最後までやるかっていうとこのどこまで見たか分かんなくなっちゃうからもうここまで見たら最後まで見ようという気持ちでやってますこの見逃しちゃったら大変なんでねこのせっかく書いてくださったね一個でも見逃したら大変なんでねまあねこれ系はあるんだろうけどまだ読んでない人羨ましいこれ系はあるんだろうけどどうなんだろうな これ,これはあんま褒め言葉じゃないよね褒め言葉あの多分あのよいいと思って書いてくださってる褒めてる褒めようと思って書いてくださってると思うんですけど信者度っていう信者ってやっぱあれなんだよな新規入りづららくなるからね本当にだから熱心に読んでくださってる人が多い漫画だとは実感してるんですが信者が多いコミュニティとかってきついもんなその後から入るの。 あ笑えないほど面白いっていうのも面白いな笑えないほど面白い大人が本当に大人がい大人があすごい2連続だ大人が本当に大人が愛したくなる漫画っていいよねちょっと今さらっとやっちゃったけど2連続でよかったですああ大人が本当に大人がいするべき漫画っていうよりはさっきの方がいいかもしれないね なあの短いこっちの方が一文字に短いのかでもね「あのするべき」とかってするべき」とかっていう言葉遣いってコピーであんま向かないんですよなんでかっていうと命令されると人を嫌がるんでっていうねあの心理はありますあこれもいいよねよくやんさんあってさっきもいたよね「平成の時代劇」「ジャンル平成の時代劇」うんそうだよね ギリギリだよなギリギリださっきのブラックブラック企業が云々みたいな話で言うとこの基準で言うとギリギリかもしれない働き方改革への挑戦状況なんか急に急になんか審査はザルになった気がするけどでもでもあのザルになってなくてなあの前半の方がやっぱあのファーストインプレッションで書いてくれたコピーがやっぱり強いのが多いから この過去にさかのぼればさかのぼるほど結構あのスパンとしたコピーが多い気がする。<noise> おっ俺哲医さんが返したね「漫画家が夢だった元広告代理店のデザイナーが作者です」<noise> っていうのはさっき僕がなんか言った言葉に言。 これねこれまあ本当まあそ,そうはそうなんだけどこの言い方強いよねコッピーって <laughs> この言い方強いなと思って見てちょっとヒヤヒヤしたんだけどう嘘偽りなきフィクションとかはねわかるよフィクションって言葉はんか結構エレンの中でもキーワードだと思ってるんでうんこれもねあの実際の漫画のコマとかを使ってポスター作ったらいいのかな これねこれねそう思うて何かツイートしてくれてるの見てこれ意外とそう成立してんなと思ってあの1話から読んで1話まで読んでほしいって一瞬意味わかんないじゃないですかでも1話から読んでもう一回1話読みたくなるっていうのを前提に書いてる言葉なんですよね。でそれ実際エレンの、えー チャ,ーミチャームポイントだと思うんで読み返したくなるってだからそれが伝わるからすげえいい言葉だなと思っててご丁寧にリンクまで貼ってくれてるから <laughs> 1話から読んで1話まで読んでほしいっていうなんかそうそう1話から読んで最終話までぶっ続けで読んでしまったみたいなそういうコピーも多分あの考えうると思うんですけどそれよりもなんか意味合いが強いなと思って。 なんかそのこのかえっと言ってることはめちゃくちゃわかるしなどういう意味なのかすげえわかるんだけどちょっと嘘くさいなーっていうほんと当かよみたいなねそのこれあこれね真面目な人読んでて言うてもまこれ的はあるよねこのさっきの方ですねこれなんかこのこのハッシュタグを追ってくれてる人いるかなと思って思ってたんだけどこれさすがに全部追ってる人いないっすね絶対。 ここれれ無理だもんこれ全部読むのまあねこ,のここまで言い切られたらありな気がしてくるけどだねこれとかでその読もうと思わないもんな。進撃しない方のエレンとかさのギャグでもないしなんか難しいっすよね。あとねそのこれ この動画を見る人少ないと思うからちょっと本音を言うけど「エレンイコール進撃の巨人」っていうのはちょっとものをななんだろうなそんなことなくないだってエレンって普通に人名だしあのこの世界に昔からある言葉でそれをなんか「エレン」って出してイコール進撃の巨人だっていうのがちょっとかわいすぎるというか幼稚園児かよとか。 思うううんでですけどどうでしょうなんだろうな「アキラ」って聞いたら「えバイクバイク乗ってんの?」みたいなさなんか「えそんなあれアキラってそれしかいなかったっけ?」とか「エレンってそれしかいなかったっけ?」あれみたいな,なんかそのえっ、ー、とでにある創作物のキャラクターと同じ名前だねっていうこと自体は別にいいと思うんだけどなんかみんな「進撃の巨人」しか読んでないのかなみたいな感じしませんなんか「エレンってもっといっぱいいるでしょ」 まあまあ,まあまあちょっと今バカにしたように言っちゃったけどでも多分本当にそうなんだろうな「進撃の巨人」読んでるファン層が若い子も多いからそうなってんのかもしんないよな冷静に本当にそれしか知らないのかもしんないなこの動画見る方も大変だな何時間になるんだろうさすがに1時間にしたいけど。 えっとニフ文さんのツイートがあるということはもう少しだなもう少しだな主人公が勝つなんて誰が決めた主人公は凡人脇役は天才泣いたってやの穴をあげく手に成りたつ人は一人の凡人が出た隣の関君覚えちゃったもうあれだよねヤングカンヌの子だよねジャンプが認めた孤独才能敗北の物語追いつきた後に。 ああ、どっちもいいっすね。どっちもいいっすね。さすがだな。ああ、まあ、なんか愛があるよな。満員電車の選手たちに。うーん、愛があるな。いい、いいなぁと思うんだけど、多分今もこの、 めんどくさいよねこの満員電車って言うとなんかさコロナの今はみたいなことなんかさ別に思うのは勝手なんだけどコロナの今満員電車は存在しないみたいな,なんかその話脱線させるやつが絶対出てくるのよこの言葉見た時に <laughs> でその気持ちそれは別にいいんだけどそのそれをやるからダメだとかじゃなくて要はつまりなんかノイズになるなと思って満員電車って言葉が、あのー、思うところがありすぎて今。 この現代においてでもまあハートをしますけど、満員電車の選手たちにって言葉自体はなんか愛があるから好きです。これもさっきのあれ系だよな、だからそのちょっとあの言ってることはわかるけど、シチュエーションが本当っていうあの本当なのかもしれないですけど、あのえっと本当かも本当なのかもしれないし、別に嘘を書いちゃいけないわけじゃないハッチコピーは。でもあのなんかちょっとあの要は嘘臭い。 臭さが出るとなんか冷めちゃうから良くないなっていう。うんこれもなストレートでいいけどな仕事楽しいですか僕は楽しいです。うんまあまあまあ好きだけどな好きだけどちょっとそうだな好きだけどもう一応一応ハートをします。<laughs> 意味わかんないけどちょっと忘れらんないよねこれあの知らない人わかると思うけどあの。 あのまあ、裏技のコマンドですねだから裏技なんだろうなでも意味わかんねえなこれ <laughs> 結局何の話だっていう感じ多分かあのブロリーが出てくるコマンドで左ひねれんが出てくるから、まあ、最強のキャラクターみたいなそんな意味だと思うけど、まあ、ちょっとちょっと意味わかんないです <laughs> まあねまあねその言ってることはわかりますよでも別にそ,そんなことはないですうんまあちょっとストレートすぎるんじゃないかなっていうことですよね多分 ああ全員主人公まあ最初から出てたんだね全員主人公、ね、ちょっと一応いちいち一応っていうかあの先に出てるしこの人あれですね僕のイラストでアイコン描いた人クラファンのやつクラファンのやつかなちょっと多分そうだと。 フランのね、似顔絵もね、ごめんなさい、ちょっと今、なんか、まだかけてない人が、多分半分ぐらいしか描けてないんだけど、あの待ってる方、ごめんなさい、あの頑張って描きますん、ね、で、そっちやれよっていうね、感じだよね、もうこれ、そっちやれよ。<laughs> 体が2つあればいいんだけど、そうね、あのー、これ、何回かやろうと思ったんですよ、その動画撮ってコメントするって、あのー、途中でやって、 発表直前にまたやろうかなみたいな思ったけど、これ多分もう今回きりです。もう無理ですね、これは。ちょっと。ごめんなさい。あの、でもこ,こっからこの動画が出た後に書いてくれたやつも,も、もちろん全部見ますし、ちゃんと審査するんで、ぜひこの動画を見てコピー書いてください。あー、ちょっと待って。ちょっと待って。もうちょい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 ,ちょい,ちょいで終わるね。もうちょいで終わるね。これすごいよね、菅健太さんが。 本当にありがとうございます手は口踊り者を言う。これも,もともとなんだけ目は口踊り者を言うだよね。結構いいかもしれないですね。手は口踊り者を言う。これをね、これはあのすごいスパンと言ってくれてるなと思ってあの、これ分かんない人いると思うんですけどあの、クラウドファンディングしたんですよ、原作版の方で。でそれがあの日本一の,あの漫画系の、漫画のクラウドファンディングの,あの日本一で、 っていうニュースになったぐらいなんですけどあのそれを引用してくれそれをあの事実として下敷きに敷いてくれてるコピーだと思うんですけどまあでも確かに気になるよねそのクラファンであのそんだけ支援集めたんだったら面白いんじゃないのみたいなクラウドファンディングきっかけであの読者増えたしあのこの,あのアプローチはいいなと思って事実って強いなっていうのはわかるありますよねその えっと、売り上げナンバーワンとかさそ,のそっち系の,あの本当のこと本当のアピールポイントそれって強いなと思ってで漫画ってあの発行部数ぐらいしかその事実がないから、あのー、難しいんだけどエレンの場合はクラウドファンディングとかコラボとかいろいろやってるからなんかその辺は拾いやすいかもなと思った中でこれは秀逸だなと思ってます。絶対ここまでよ見てる人いないなね <laughs> 俺だったらよ見ないもんなここまであのいくらエレンに興味あってもキャッチコピー返してもこんな長い動画見ないよねまあミスったなでもこのこの内容で何個も動画分けるっていうのもななんか微妙だしなーまあ YouTube はまあ誰か見るかもしれない人のために全力で頑張るという趣旨でやっておりますのであのー 1、えー、一円にもなりませんがなんかそのエレンを愛してくれてる人の受け皿として、あのー、YouTube チャンネルがあってなんか「あエレンやっぱいいな」と思ってくれる時間になれば最高と思ってやってる活動なので損得度外視で情熱を注いでやっておりますだからまあちょっと <laughs> まあグッドボタン押してってバカみたいだけどグッドボタンぐらい押してね まあグッドともされたところで別に何だってまあ本買ってねえだよね本買ってねお願いします本当に平井ひねれんという作品に、えー、情熱を注いでおります天才子供まあ、ほぼ全ページスクショってまあこれそうだよな読んでない人は嘘つけって思うかもしれないけどでも実際それぐらい響いてくれてる人はいるんだよねれんってエロいのかもとかね思うよね。 <laughs> これ多分7月4日に発表したんだっけなこれありがたいっていうかあのこれまあ社会人じゃないと何かニュアンス伝わりづらいかもしれないですけど業務連絡ですって言って社員,で社員同士のメールである言い回しなんですけどなんかその会社で回しを見したくなるみたいなそういう雰囲気が。 あのー、わかるなーっていう言葉ですね。これ今気づいたけど、これ気になるのハート押して、後でハート押したやつだけコメントする動画を撮りゃよかったなー <laughs> ハート押すだけだったら開け時間にね、あの、ポン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 できるから、そうすればよかったー。何や ってんだろこれ動画作、変、こっから編集が大変なんだよな <laughs>。また愚痴る。編集、超時間間の、この、喋ってない部分切ったり。あー、くそー、取り直そうかな <laughs>。編集が嫌だから取り直そうかな、もう <laughs>。もうちょっと深夜のテンションじゃないと笑えないけど、モーニングなの看板漫画 <laughs>。 でもなんか自分で言うと多分怒られるけどなんかわかるよね意味意味がなんかこれ本当本当って絶対嘘だけどこれ本当だったらさちゃんと教えてよあのあのワンチャンこのヤノッチさんがあの鬼滅の先生の知り合いでおすすめしてたんだとしたらすぐに DM で教えて下さいハ <laughs> ハかよこれもう本当だったら最高だよね お仕事系お仕事系才能バトルマンか難しいよねなんかねあのビジネス書だみたいな言ってくれるのは嬉しあの、えー、っと嬉しいというか分かるんだけどこうビジネス書だと言い切られるとまたちょっとなんだろうないやいやいやって感じになっちゃうもんね。ねこれねほんとそうよ。 クリエイティブ関係、ウェブ漫画をよく見る層はドハマりする一方で、それ以外のライト層への復活が少し弱い気がしています。ほんとそうなんです、えー。皆さんの力を貸してください。まあね、これだらもう時間かければね、いつかなんかポーンと売れそうな気はしてるんだけど、期待してるんだけど、あのー、なんか連載してる時に売れたいよね。<laughs> 普通に。 連載終わってからでも多分長く読んでもらえる内容だから、あの、いつかなんかバーンって売れたりするのかなとか期待してんだけど、だったら、だったら連載する時に売れてよねなるほどね。日本一楽しんどいお仕事漫画。うん。楽しんどいっていう、ちょっとうん、日本一楽しんどいお仕事漫画。悪くないけど、ちょっと、まあちょっとこれいい、あの、オマージュ系の中ではいいなと思って。 あの a ダムダンクの「ルカに会えなかった」俺は今,今ルカにてなているオマージュ系の中ではいいなと思ってますけどまあダメだろうなちょっと一応たしてうんで。っていうのもこのオマージュ系の中でもいいっていうこのただただその同じルカで引っ張ってきたからうまいみたいな意味じゃなくて「あの a ダムダンク読んでた層が好きそうだなっていうインサイトもあります。 <laughs> はい、なるほどねこれ見てるかエディソン見てるかエディソンはエディソンは天才の象徴だけどまあアーティストの方がちょっとピンときたかもしんないねこんなたくさんあったっけな俺結構全部その見てるつもりもうすでに一回見てるんですよあのほぼほぼあのパパパパだけど。 改めて見直して今コメントしてるっていう状況なんですけどこんなたくさんあったっけやばいね何個なんだこれ誰か数えた <laughs> はあたくなってきたやっぱこの7月4日が一番多いのかなこれが多分あれだよね更新されたあの発表された日だよね <laughs> こんな こんなにかっこいいお部屋の頼み方あるってこれ読んでない人い意味がわかんないと思うけどあそこですねこれねこれきだよなこのきだなうん、まあ、この場合鬼はいらないかもしれないですね上司のカバンから最新刊が覗いてるうんねとりあえずデザイナーを読んだっけ <laughs> うん なんか、まあ、デザイナーはさすがにもう読んだ気がするんですよねなんかあのー、今のこの時点で左利きのように聞いたこともないっていデザイナーは多分日本に10%ぐらいしかいないけ知らんけど何の数字か分かんないけどさすがに知ってんじゃないかなで知った上で読んでないってい人はもちろん、あのー、いると思うんですけどさすがに知ってんじゃないかな美大生全員ブルーピリオド知ってるよね多分。 みたいななんかた多分さすがにデザイナーはもうねあのもう刈り取った気が借り取ったって言い方悪いけどあのデザイナーはもう,読者にいると思うんだよね,これねこれまあまあなんかなんかこの115話から1話へつながる物語とかなんかこれむ昔だっけななんかエレンじゃないかったかもしれないけどなんかどっかで見たんだけどなんかその何話がやばいとかさ あれんじゃないかなんか他の漫画のていうか普通にツイートとかかな,なんかあのキャッチコピーじゃなくあの87話がマジでやばいみたいなさなんかそういうのってあるじゃん何か何十何話がとかあのー、ラスト10分でどんでん返しとかそっち系の引きだよねそのキャッチだよねその何話から何話え繋がるとかなんかうんこのなんかスケール感が 気になるっていうかまあこれで読もうと思うかはまたメーって別問題ないけどなんか着眼点はいいなと思って思います。はい、マジで終わんねえな。この漫画がつなければ、ねえー、まあこれもそうっすよね。ヒーローだけは主人公じゃない。うん。あだからまあ主人まあ。 主人公はヒーローじゃないんだなっていうのがまず分かりますよね。でまあうん、俺もなんか言葉としては好きですね「雲の上を黙らせろ」ってなんかかっこいい言葉だなぁと。俺もねまあさすがだよなまあプロだからさすがだけどそのコッピー深夜に仕事してるのが自分一人じゃないと知った。うん まあそうだよ、ね、そううだだよよねねっていうこなんかまあひらがなに <laughs> ひらがなにするポイントとかがやっぱうまいよねそそのまあそ今回は別にそのあのあコピーライティングの熟練度で選んだりしないので別にあの拙い表現とかあのでも全然構わないんですけどやっぱこういうまあ結構整えてるだなっていう当然だけどまあ。 もうね、いいっすねうまいなみんなファンアートがもがけ追いつけはいということでえっと全部見させていただきましたえー、っといいねを押,し押させていただいた人がこれだけいますえー、どれぐらいだろう数えあとで数えますがあでも結構結構あの豊作たくさん押させていただきました ちょっとね、ご <laughs> めんなさい、もう本当に朝方っていうかもう朝なんで、6時なんで、体力限界なので、もうちょっとコメントそこそこで終わりたいと思いますけども、えー、っとどう締めようまず、えー、こんなにたくさんキャッチコピーを書いてくださって、本当にありがとうございます。ヘダ引きねで皆さんに大切に読んでいただいてるなと。 思ってあのー、これからも頑張って書こうと勇気が湧きましたありがとうございますであのこんだからまあの選ばれるかもしれないし、えー、この動画を見てあじゃあ自分も書いてみようかなとかもっと数出してみようかなみたいな感じでコピー集まると思うので、えー、締め切りギリギリまであのコピー募っております、えー、で。 えー、いいのどんどん出てくると思うので、えっと、どれが選ばれるか分かりませんが、えっと、今出てる分見させていただいて、えー、感想をあのまあ独断と偏見ですきかって言わせていただくという動画でした、えー、ごめんなさいあのインスタグラムとかもね同時に募集してるんで、えー、やろうかなと思ったんですけどちょっとごめんなさいあの体力の限界なので、えー、ツイッターだけとさせてくださいで えっとね、ここからね、えっと、今「いいね」をさせていただいた中が、まあ、一時選考だとすると、あのー、こっからまた絞ってなんかそこそこの数絞った状態で僕一回あの僕の方からツイートしてみようかなと思ってますでどういう意味かっていうと、あのー、フラットになるじゃないですか、えっと、要はあの例えばなんかそのちょっと有名な方とかフォロワー多い方がツイートしたら「いいね」ってたくさん。 つくと思うんですけどこういう感じで「あのいいね」すげー大量に付くと思うんですけどそれであのなんか、えっと、誰が言ってるかとか,だかさっきのコピーライターのプロの人とかねそのヤングカーネの方とかねそういうあのプロの人じゃんとかそういう情報がない状態で、えー、っと一回フラットになあの名前だけどこの誰だかよくあのちゃんと分かんない状態っていうかあの情報がフラットな状態で。 えと僕の方からあの一個一個候補をツイートさせてもらって今こういう候補者エントリーナンバー1のキャッチコピーみたいな感じでそういうツイートさせてもらってそれでなんかちょっとあのいいと思うやつを参考までにリツイートしてくださいとかそういうのやってみて面白いかもなと思ってんます。なのでちょっとまあ、うん、まあえー、っといかんせんねそういうのも全部自分でやるんで。あの そうなんすよこれあの僕もインディーズ漫画家なんで、まあ、今も昔もあのインディーズ漫画家の癖が抜けずに主演者で描かせていただいてますけどもずっとそのなんか自分でやったろう精神でやってるんでもうこういうの思いついたらあの結構これだから主者通すとすげえ大変なんですよなんかこのねあのいろんな人が動かないといけないしお金も予算もかかるしだからもう面倒くさいから僕が自分でお金出してデザインやっちゃおうとかなんかそういうのをやってる。 中ででやるので多分この今思いついたそのキャッチコピーツイートし直すっていうのでなんかそのツイートをえっ、ー、と一枚一枚ちょっと簡単なポスター風にしてなんかツイートした方が見やすいかもなと思ってなんかこやっぱあのこれは違うかえっ、ー、となんかまあまあちょっと画像付きの方がなんかやっぱ映えるじゃないですかだからそんな感じでえっ、ー、と一個一個ん,ーなんか例えばコピー10本ぐらい選んでそれをまあこんな感じですよね そのコピー10本ぐらい選んで簡単になんか漫画の画像とか当てはめてやってとかえっとそれをフラットな情報状態でツイートしてリツイート数をちょっと参考までに見させていただくとかやってみようかなとか思ってるんでそれも全部自分でやりますだから多分あ時間あるかな時間あるかな頑張りますけどうん。 多分やるだろうな。これやる、やろうと思ってることやるからな。その、多分そういうことをやるので、えー、それもお楽しみに。うーん、まあ、この動画をね、この最後まで見てくれてるというね、敬有な方は、多分、キャッチコピー実際書いてくださってる人な気がするので、えー、その方に向けて最後メッセージを言わせていただきますが、本当に、本当にありがとうございます。えー、っと、 えっと、全部ちゃんと読んでます全部ちゃんと読んで全部受け止めて心の中で忘れない心の中で忘れない言ったというかごめんなさいなんか言葉選びがもう変になってますけど、えっと、すごいあのマジであの嬉しいですこの物量も嬉しいし一個一個の言葉も嬉しいしあの本当にこれを書いてくださってる作品と向き合ってくださってるというのが本当にありがたいことなので、えー、マジで感謝してます。 えー、ラブということで、えー、これからも左引きのエレンをよろしくお願いします。でいいねボタンもチャンネル登録もどうでもいいです、えー。ここまで見てくださって本当にありがとうございます。では引き続き、えー、これからも左引きのエレンをよろしくお願いします。それではまた